ということで、パーフェクトストライカーズ前回の続きからいきます。サクセスのパート3ですかね。やっていきます。夏休み入ったね。でスピードをあと上げたいから、それ系の練習を増やしたいね。試合には出られるメンバーに入ってきてるから。あ、試合当日か。なんだ、パシリドン、ガッハッハッハ、気にするな。なんか背でかそうですね。ん、お前コンサドーレ札幌のものか。春日みたいなやつだな。はい、ロブソンですけど、小賀武史かな。うむ、バッテン、なんでワイのこと知ってる。九州の方か。ああ、有名なんだ。この人が試合の相手、どこのチーム。あ、ベガルタ仙台、ベガルタ仙台ユースの古賀くんね。やっていきます。試合、個人ステータスってなんだ。ああ、これか。お祭り男で雨に弱いやつね。オッケー。あ、クラブのチーム。ああ、スタメンか。西澤とロブソンの2トップで、宮本くんが右サイド。あと知ってるのは、まあ、佐野さんがボランチ、武田くんですね。あの最初の加藤、佐藤、伊藤とかいないんだけど。ということでやっていきたいと思います。で、先に言っとくと、試合のプレイは多分めちゃくちゃ下手なので、どうなるかな。これ全員操作だよね。あ、全員操作だな。とにかく、あ、0対0だよね。ちょっと待って、いきなりミスった。やばい。どうやってやんの、どうやってやんのレベル。あー、これカウンターだ。FIFA をいつもやってますけど、FIFA と違って全然やってないんで。やべ、やばいっす、これ。あぶね。クリア。あぶな。とりあえず1点取れば勝てっかな、時間的に。スロイン。回して、回して、OK。で、回して、うわ。オッケー。佐野さん髪長いな。あ、ファールだ。お、宮本くん、試合してる君を初めて見たよ。ヘッド。オッケー。西澤、西澤すごいね。1年生から試合出てるって。あの石井くんとか出てないじゃん。お、あー、富田。佐野さんがフリーキック蹴んのか。ロブソンフリーキッカーじゃないんだ。で、ここはロブソンにパスを出すか。いや、来た。ああ、ロブソン。とりあえず失点しなければなんか延長戦とか行くんじゃないの。ああ、やべ。オッケー。とりあえずなんとか1点取って勝ちたいな。全然攻めれない。オッケー、ロブソン。ロブソン足押せ。ロブソンのクロスイン。西澤、うお、ボレーシュートだね。多分このゲームだとクロスしてシュート打つってパターンが一番入りやすいと思う。それでこぼ、キーパーこぼしてそこを詰めるみたいな。それが入りやすいけど失点もやばい。やばい。やば。うわー。綺麗に入れられた。池田くん、やばいな。時間帯も良くないし、もうチャンスないじゃん。ロブソン10番だから何気に。西澤いけ、西澤、西澤いいぞ、西澤いいぞ、決めろ。わ、ロブソンのシュート、ロブソンのシュートがやばい、やばい、やばい。いやー、うーわ、2点目。くそ。落合くん。落合くん。けど、西澤すごいね。これ突破できるもんね、ここ。ロブソンにパス出さないで、西澤でシュート打った方が良かったんじゃない、さっきも。
いやー、負けた。ロブソンの本当の意味でのレギュラーになってからの初戦は負けということになりました。これ1回しかチャンスないんでしょ、この試合。この試合というか、この大会。あ、まだあんのかな。すいません。ああ、評価は下がるか。超ムカつく。最近なかなか聞かないよね。なんだなんだ？あ、関西の人？ギャル。あ、サポーターの人なんだ。ユースのサポーターの人なんだ。武田くん、すごい支持されてる。なるほどね。サポーターの安倍信夫さんと海野明子さんか。安倍さんと海野さんね、OK。ロブソンが、おーって、これ夢落ちでしょ、多分。やっぱね。海？前一人で行ったからな。ちょっとここ海、行ったよね。みんなで行こう。大会前、大会の最中に。お、やった。やっぱり夏は海ですよね。ああ、日焼けね。スタミナがあったらラッキー。漏れるトイレね。何この人。無口なタイプか。川崎フロンターレ。キーパーなんだ。川崎の清水くんね。さっきの人の名前も忘れちゃったけど、古賀くんか、さっきは。ちょっと清水くんから点取りたいな、今回は。今日もスタメン同じかな。同じだね。ロブソンと西澤の。石井くんスタメンじゃなくていいの？ちょっと俺的には石井くん出してほしいんだけど。PK じゃん、これ。マジか。いきなり PK ってそんなシチュエーションなの？しかもロブソンじゃねえし、キッカー。ここだ。外したんですけど。てか、負けてるし、しかも。嘘でしょ。やべえ、負けてるし。2点取んないとダメだ。しかも PK 外しちゃったし。OK。宮本くん足早い。お前仲いいけよ、ロブソン。ああ、正面。いいね、今の宮本くんの突破からクロス上げて、シュートっていうパターンがいいんじゃないか。ここ宮本くん。ロブソン、お前は中にいろよ。うおー、ロブソンのシュート。これが清水くんか、さっきの。PK でもいいから清水くんから点取りたかったの、さっき。起きて、あー、マジか。OK。さっきの仙台よりは攻めやすいぞ。あ、来た。ロブソン、ロブソン、ロブソン決定的チャンスを外す。野沢くん、危ねえ。来た。おお、またロブソン。ああ、ロブソンフィジカル弱いな。足も遅いし。やっぱ点取らないとな、プロいけないな。プロというか勝ち進めないし、試合数多くこなさないと。それで評価上げていかないとね。まだ時間はあるけど。オフサイド？ないないない。いやー。ロブソンポジショニング悪くね？うわ、うまい。ターンしてきた。
きりこれ2年生の夏の大会だよね。確か2年生の時12月にも大会あるから、あとそれともう1回かな。いやだからロブソンここにいんなよ、中行けよ。うわ取られたし、あうわ負けた、残念、この大会は負けました。夏の大会は2試合チャンスがあるってことね。ということは大丈夫、3年生があるから。ということはキャプテン変わんのかな、そろそろ。ちょっと夏の大会、その前冬の大会あるか、能力値ちょっと上げないと無双できないな。阿部さん喧嘩すんのか、やる気、そこテンション上がるとこでしょ。よし、これまだこの佐野さんはチャンスあんのかな。であれやろう、これやります。効かない、これやってもどの辺の能力上がる、監督の評価は上がるか。 OK、 よし、どっちだ。いやー外した、こんくらいか。よし、シュートが前より速くなったな。いやー外した、最低5点。よしよしよし、よし、いいぞいいぞ、上か、こんくらい当たんないか。わあ高さは良かったけど、あ同じようなとこだな、さっきと。よし、これはでかい。一応5点はいったから、あ、壁か。けど壁でもここ越えて入ればいいから、これいけんじゃない？うわー、もう一回今の子、あ、どうしようかな、こんくらい。あ、高いわ。キック力ついたから、感覚が前と違う。それでも、これもう一回いけんじゃない？あ、できないのか、同じの。くそ。これなぁ。やだ。これはダメです。あと、ジャンプ力とスピード系上げたいよな。なんとか。休む。お、監督。超えたいやつがいるんですよ。超えたいやつがいるんです。うわ、かっこいい。急にかっこよくなった。ああ、能力値上がらないんだ。あ、佐野さんの昇格発表。まあ、それは結果出さないとなれないのは分かってます。大丈夫。境内って何？境内なの？これ俺キャプテンある？佐野さんの次。なかったなかったー。ちょっとその前のエピソード的にあると思ったんだけど、ショック。やっぱスピード系ですね。ロブソン落ち込んでんじゃん、キャプテンになれなかったから。ロブソンあまり体育祭好きじゃないんだ。いいえ、
フォークザンスでいつも。いや、そんな理由で。はいはいはい。どんなエピソードだよ。これ前も聞いたね、ずっと前。けど今更評価上げてもキャプテンにはもうなれない。何してんの。あー、なんかデータ見てんだ。もうロブソンが自分のことロブソンっていうの気になんなくなってきたもん。引っ張ったあげく男。誰？誰？先生か？もしかしてロブソン君？ちょっと見えなかった。あ、幼いマミね。幼マミね。幼なじみね。お前さ、友達でなんか転校してって音信不通になるやつ多くない？嫌われてたんじゃない実は。だって沢田くんもそんな感じだったじゃん。同じ高校にいたのに気づかなかったの。同じ学年ですよね、しかも。まあ、ユースに入ってるってすごいよね、イメージ的には。え、石井と西澤が喧嘩？あ、これあれじゃない？西澤がロブソンに嫌がらせしてんのを石井が知ってて問い詰めてんじゃん。これ西澤の本性出た。でも俺西澤試合の時に使えるから嫌いじゃないんだよな。毒舌。あ、やっぱ西澤だったんだね、実際。お前は探るね。あ、やべ、怪我した。怪我したら病院かな。はい、治るの早。文化祭前行ったからな。お祭り男つくだけだからいいや。石井くんはロブソンに厳しいな。けど認めてる部分も多少ありそう。あ、パパじゃん。急にパパ現れたんだけど。お、パパがマッサージしてくれたぞ。ラッキー。あ、これはまあロブソンスタメンだからね。マジか。マジで。ちょっと待って。油断してた。これはやばい。ちょっと今から評価上げて。いや、今から評価上げてもうくっつかんない。わー、12月、2年生の12月の大会出れんか。きついな。これはでかい。レギュラー落ちじゃん、もう完全。ベンチメンバーにも入ってないの。ロブソンが出ていれば。これだってイベントじゃなくて俺が普通に評価上がってなかったからいけなかったのよ。うわ、練習しよう。何してんの西澤。あ、西澤漫画読んでんの。西沢可愛いとこあんな、意外と。あ、一面ね、一面。いつものメンバーね。カラオケね、そして、どうせ。やっぱりね。スキー行っとく？これ、彼女がいたら彼女と行くのかな？よっしゃ、スキーだ。西沢は？
西澤来てないのか。ロブソン君は好き。いやー、どうかな。いや、うまいってことにしとこう。巷では白銀の貴公子って呼ばれてるんだよ。いや、こういう自称なんとかっていうやつはろくなやつがいない。いや、下手なんじゃん下手なんじゃん、白銀の貴公子。めっちゃいじられてんじゃん。この後もうなんだっけ、ロブソンいなくなったとき宮本くんと武田くんで陰でめっちゃ言ってそう。白銀って呼んでそう。そしてお正月来ましたね。明けましておめでとうございます。いや、こい、ここに多分来る途中もちょっと白銀の家行こうぜって言ってきたんだろうな、こいつら。白銀の貴公子の家って行きますよ、そりゃ。毎年同じ光景。どうしようかな。けど今回は吉じゃないのを当てたいな。あ、 720?29 で。よっしゃ、大吉来た。はい。いや、大凶。大凶もまあレアといえばレア。よっしゃ、大した大吉でも能力上がんなかったな。あ、ロブソンの誕生日ね。あの周りをめっちゃ、ま、巡るやつね。街を探索する。うわ、いつもの君らか。白銀の貴公子誕生日おめでとうって言ってんでしょ。よっしゃ、練習しましょう。ちょうどヘディング上げたいからね。うわ、監督にアピールするチャンス。聞く。これもね、まあ5点はいけるけどね、それ以上がなかなかいけないから。何点いけるかな。ちょっと今足しびれてるから早く一回切りたい。ナイス。オッケー。ああ、マジか。うわ、全然ダメ。あ、なんか逆にやっぱキック力上がって感覚が難しくなってきた気がする。あんまり強く蹴んない方がいいんだよ。いやー、足んねー。ここに来てやばいぞ。いやー、マジか、むずい。キック力上がるとむずい。OK、なんとか、あと3球、3点、5点はいきたいな。あー、無理だこれ。うわー、低いな。よし、なんとかあと1点、最後。あ、いけるかな。うわー、低い。3点今まで一番低いじゃん。評価は上がった。ということで今日は一旦ここで切りたいと思います。ここまでありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価してくれたら嬉しいです。また次回よろしくお願いします。失礼します。